こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきたいと思います。おはよう。松並ゆいです。あ、今日はもう飲みに行きましょう。プレゼントは届いてるよ。さあ、型のミッディですね。こちらの。はい、何です？バトルを行いたいと思います。体重はバッチリだね。はい、何です？ちょっと馬体重見てみましょう。はい、何です？482キロがベスト馬体重なのか。出ちゃいましょう。はい、何です？バッチリですからね。さあ、これが果たして吉と出るか凶と出るか。まあ、仕上がりきってない中で自慢に出ていいのかどうか。一番人気だね。 1.5 倍一番人気グリグリのですね。59キロ。デイラミスエインロイヤルアンセムラーですね。結構他の馬の丸は笑けておりますが、ピーバレンタインの副賞50枚買っときましょう。キングジョージ6世クイーンエリザベスステークスです。9頭立てですね。キングジョージです。世界のホースマンが熱い視線を送ります。キングジョージのスタートです。さあ、スタート結構鍵です。どうでしょう。キングジョージ9頭スタートを切りました。まあ、いいスタートではなかったですが、この馬としてはまずまずかな。まず見てはいいましょう。先手を取って8番9頭立てっていうのもいいかもしれない。ロイヤルランセムスウェイン、その後ろでやりましょうか。レイラミスインディーボトムへと向かう9頭、外から1頭ロマノフ、そしてその後ろから2番シルバーペイトリアーク、ね、その外に5番ハイライズ。型のミッティはこの辺りリスクマテリアル、これがしんがりでやります。もう一度前から整理しましょう。先頭8番ハッピーバレンタイン、かなりリードしています。それからロイヤルランセム4番ツインシナ、それから足毛の馬体レイラミ、そして5番手に6番ロマノフであります。内を通りまして2番シルバーペイトリアーク、型のミッディピンクの帽子が馬群で揺れています。これをマークするように5番ハイライズ、そしてしんがりからリスクマテリアルであります。もう一度先頭に戻りましょう。ハッピーバレンタインがレースを引っ張るようになりました。差が開いて7番ロイヤルアンセム、4番スウェイン、レイラミ、外を通りましてロマノフ、2番シルバーペイトリアークが内々を行っています。そして1番人気の型のミッティ、なかなかいい感じ。そのうち5番ハイライズ、しんがりから1番リスクマテリアルであります。この辺並びは変わらず差をつけてハッピーバレンタインが先頭です。ちょっと離れて7番ロイヤルアンセムであります。
アスコット競馬場最後のコーナー、ここからまだまだ上る直線です。あと2ハロン、直線伸びてくるのかどうか。一番内ちょっとハッピーバレンタインバテましたね。あとは伸びの伸びがちょっと足りないよね。しかしそれほどでもない。捉えた、かわした。ロイヤルアンセム、外から一頭パタノミッティ、パタノミッティが差を詰めてきた。レイラミ届くのかどうか。あ、全然ダメだ。ロイヤルアンセムが1着、あとは写真です。ボロボロだ。ちょっとね、無理に競争出しちゃダメですよね。気を取り直して次行こう。1着7番、馬がレースから帰ってきたね。ちょっと聞いてよ。気合い十分だね。会話か。いい感じだね。はい、何です？ベストドライ体重482キロですよね。次走もいろいろレーシングプログラム見ながら考えないといけません。ムーランドローシアスは短いとなると凱旋門賞あたりになるんですけど、これで勝てるのかというのはありますよね。牝馬ですからね、この馬。天皇賞秋あたりかな。エリザベスまで落ちないといけないかも。香港とか。ひとまずちょっと良くないですが、次走は考えたいと思います。はい、次回を見てください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。